皆さんこんにちは、アスクチャンネルです。さあ、今回の動画では2022年度京都市立芸術大学の試験立体の科目の高得点作品を見ながら、皆さんのこれからの対策に役立つ内容をお届けしたいと思います。200点以上の高得点作品と、くしくも100点台前半、もしくは100点以下となってしまった作品を比べながら、京都市立芸術大学がどのような評価のポイントで今回の出題の点数を決めていったのか、その点数の付け方を考察しながら、皆さんのこれからの立体の対策に役立てる情報をお届けできればと思います。今回の動画以外でも、描写の高得点作品の紹介、そして色彩の高得点作品の紹介もアスクチャンネルの中で配信していますので、ぜひそちらもご覧になってください。さあ、それでは早速立体の科目に関して見ていきましょう。今回の立体の出題は、1億年後に生きる虫というテーマで、制作をしなさいという出題がされました。京都市立芸術大学が発表している2022年度の出題の意図、そして評価のポイントを確認していきましょう。1億年後という遠い未来に生きる虫の姿、形などを自由な発想により想像し、与えられた素材の特徴を生かしながら立体表現できているか、柔軟な思考と基本的な造形力を問いました。評価のポイントの部分には5つの力のことが書かれています。順番に見ていきましょう。1つ目、読解力。出題文の意図を読み取り、出題条件に即した作品になっているか。2つ目、発想力。自由な発想で遠い未来に生きる虫の姿、形などを具体的に想像することができているか。3つ目、工作力。素材の質感、形状、数量の特徴を生かし、想像する形態に適した構造や工程、加工技術で制作できているか。4つ目、表現力。想像した生きる虫の姿や動きを素材や形に置き換えて立体表現できるか。そして5つ目、構成力。設定された条件サイズの空間内に立体作品を効果的に配置構成しているか。さあ、今回のこの京都市立芸術大学が発表している出題の意図、そして評価のポイントの5つの力、このあたりを確認しながら、実際に200点を取った作品と100点台もしくは100点以下となってしまった作品を比べて考察をしていきたいと思います。さて、それでは立体の作品順番に見ていきましょう。今回立体の作品4つの作品を見ながら解説をしていきたいと思います。まずは A さんの作品、今回246点、非常に高い点数のついた作品でした。そして D さんの作品、今回214点、こちらも200点以上の高得点の作品です。 C さんの作品、108点という点数でした。 D さん、82点の作品です。今回200点以上の作品2作品、そして100点台前半と少し低くなってしまいましたが100点以下の作品、この4つの作品を比べて今回の立体の評価のポイントを見ていきたいと思います。さあ、今回出題されたテーマ、1億年後に生きる虫、これをテーマに与えられた立体材料、そして条件をもとに制作しなさいという出題でした。回答用の材料は紙ストロー、不織布袋、そして剣と紙と光沢紙です。条件には特に特徴的な条件はなく、例年の京都市立芸術大学の出題でよくある条件だと言えます。さあ、評価のポイントに書かれていたことを順番に見ていきましょう。まずは読解力、出題文の意図を読み取り、出題条件に即した作品となっているかどうか。出題文の意図、1億年後の虫を作りなさいということですね。まず今回の作品、虫を作っているように見えない作品というのはこの4点の中ではなかったかなと思います。ただそのあたりが少し曖昧になってきてしまう、これは果たして虫なのかどうか、そういうように見られてしまう部分が C さんの作品、 D さんの作品にはあったのではないでしょうか。確かに虫の状態の一種だと思います。 D さんの作品も C さんの作品もさなぎのような形をしていたり、眉のような形をしていたり、そういうような虫が行っている、変形していく形の一つであるような状態だとは思いますが、果たして1億年後に生きる虫というテーマ、それに応える表現としてそのような状態のものを選択して制作することが正解だったのかどうか、その点に関しては少し疑問の残る部分です。
そのあたりの答えがそこから先の評価のポイントに出てきています。評価のポイント2つ目、発想力。自由な発想で遠い未来に生きる虫の姿、形などを具体的に想像することができるかどうか。そして表現力、想像した生きる虫の姿や動きなどを素材や形に置き換えて立体表現できているか。さあ、今回のテーマ、言葉の中でポイントとなるのは1億年後ということと虫ということ。この2つに関してはおそらく全ての受験生が気づいていたことでしょう。ただこの中にはもう一つ重要な言葉が隠されています。それは生きるということです。あくまでも1億年後に生きている状態を表現している立体物である必要がありました。そのあたりの事柄がこの発想力と表現力というところに記されています。例えば A さんの作品、生き生きとした虫の動きが感じられますね。板の上、台板の上で虫のベースとなるボディの形、そして足がついている。この足は今の例えば昆虫に属するもの、6つの6本の足が出てくるというところからすると4本の足が出てきているので、もしかしたら1億年という時間の中で進化した状態かもしれません。そして生きるために何か備わったのでしょう。羽なのか、何か風を受けるものなのか、想像力をかきたてられるような形が今回の作品の中には付けられています。そして目も4つ、おそらくこれは目だと思うのですが、現在生きている虫、昆虫のようなものから想像しながら、その形が少しこう変わっているような状態、1億年後という環境を想定しているような、今回の出題ならではの立体作品だったと感じ取ることができます。この今回の出題ならではの作品というのも非常に大切なポイントです。どういうような出題がされても同じような形を作れるというのでは、やはり評価する側としては物足りないと感じてしまいます。この出題だからこそ作られた作品、表現というものを常に目指すようにしてください。そのような観点で見ると B さんの作品も非常に良いですね。足の長い虫でしょうか。そしてこの虫が生きている様子が生き生きと感じられます。この虫どういうような関係性でしょうか。親子なのか、もしくはつがいのようなものを想像しているかもしれません。生きるというキーワードにしっかりと焦点を当てて制作できている作品です。さあ、それに対して C さん D さんの作品見ていきましょう。 C さんの作品、何かしら虫の、甲羅のような、さなぎのような、そういうような形を想像させる作品でした。ただこの虫がどういうふうに動くのか、そして何か食べ物を食べるときにどういうようなものを食べているのか、一緒に生きている何か別の虫を捕食するのか、もしくは1億年後に生えている植物を食べているのか、何かそういうようなことまでが想像できるかというところでいくと少し想像できづらい状態。おそらくこの部分顔なんですけれども、もしかしたらサナギのようなイメージだったらもう顔も何もないかもしれませんが、こういうようなところで何かこう食べているような状態が表現されていたり、もしくは動くための何かこうこの辺りにある足のようなもの、そういうようなものが出てきたり、その生物、その虫が生きるための構造というのがこの形の中に入ってこれば、十分ここから点数が上がってくる可能性がある作品です。D さんの作品も同じですね。材料を生かした表現、それぞれの材料の特性を生かしながら立体を作れているとは感じます。ただこれはおそらく眉のような状態でしょうか。カイコが眉を作っているような感じかなと思います。さあ D さんの作品に関してもこれがどのように生きているのか、どういうふうな生命活動を行っているのかが分かりづらい状態となってしまいました。形としては非常に魅力的です。この与えられた箱型の中に最大限大きな立体物を作ることができています。立体の評価のポイント、大きく作るということをしっかりと満たしている状態、かつおそらくこの作品を見るからにしっかりとした立体でもあると思います。そして作業自体は非常に丁寧にそれぞれ接着されていますし、切り取ることもされていますので、丁寧さ、しっかりと自立していること、大きな立体物を作れているということは満たせている状態です。ただ今回の評価のポイントとなるテーマに対してどのように答えられているのかどうか、1億年後にこの生物が生きている状態を想像するには、少し作られている部品、例えば生物を感じさせる足であったり、何かを食べるための口であったり、環境を見るための目であったり、そういうような生きるために必要な部品が
この作品からは不足していると感じてしまいます。出題された課題文に全て書かれていることではあるのですが、なんとなく課題文を見ていると見過ごしてしまうような文字というのが、やはりいつも京都市立芸術大学の出題では隠されていたりします。今回の出題ではおそらく全ての受験生が気づくことができた1億年という時間、そして対象が虫だということ、それに加えて生きるという言葉が与えられていたことを忘れてはいけません。どのような出題に対して制作を行っていくときにも、一体何を作ることを求められているのか、これをまずしっかりと受験者、制作する側が理解をすること、まずこの部分がずれてしまうと、どのようにいい作品を作っても評価が上がっていくことはありませんので気をつけてください。何を求められているのか、それは全て課題文に書かれています。その課題文を適切に読むこと、そして理解することを常に対策を行う中でも行っていってください。もちろん制作をする中で基本的な工作力、ものを作る力、造形力、このあたりは必然的についてくると思います。これをしっかりとつけていくとともに、問題を読解する力、これが京都市立芸術大学には必須の項目となっていますので、皆さんこの読解力を合わせてつけていくことを対策の中で行っていきましょう。さあ皆さんどうでしたか。立体の評価のポイントに関してどのように評価されているのか、自分が何を基準に考えればいいのかわからないですというような意見、よくアートスクールの中でも聞かれる意見です。ただ今回の評価のポイント、そして考えていくべき事柄を参考にしてもらえれば、おのずと立体表現で何が求められているのか、どういうようなものを目指していけばよいのか、少し分かったのではないでしょうか。今回の動画を参考にして、それぞれが魅力的な立体作品をこれから作り出していってくれることを私も期待しています。さあ、今回の立体の高得点作品の紹介動画はこれで以上となります。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。